私がスタンダードプラス講座を受講してよかった点は初めに基礎編を受けてからその後二2回目の授業を受けることでベースとなるその基礎的な知識とその実際に問題を解く上で必要になっていく応用的な知識をちゃんと分類して学んでいくことができたところです。